ず大腸ポリープに関してですが、がんになる可能性があるものについては切除した方がいいですので、当クリニックの場合はその場で切除を行っています。つまり日帰り治療が可能です。で、胃のポリープに関しては、将来がんになる可能性は非常に低いものがほとんどですので、基本的に、ポリープ切除は行う必要はありません。で、検査で胃のポリープを見つけた場合は詳細な観察を行い、必要に応じてポリープの一部を取って組織検査に回しています。